皆さん、こんばんは。今日は2022年11月10日木曜日です。今日のテーマですが多いんです。そして、これでニュースという形で報道したいと思います。一つ、フィリピンの空軍に対して、日本の警戒、管制レーダーが採用されました。これは、 かなり前の話ですけれども、現在ですね、現地で組み立てています。来月12月中に完成の予定ですが、固定式は3機です。移動式は一機です。レーダーですね。固定式の3機は南シナ海側に設置されます。この4機ですね、全部起動すると、全国の上空を 監視することができますので、これに関してですね、非常に良いでしょうというふうに思いますが、日本のレーダー設備とか、あるいは自衛隊の装備ですね、あまり輸出はしないんですね。中国は南シナ海で挑発します。東南アジア方はやはりみんな不安となってきました。 また日本はですね、レーダーという設備を輸出することによって、まあ、日本とフィリピンのそういう防衛も強化されるというふうに思います。そして、まあ、昨日からですね、日本、オーストラリア、インド、 アメリカですね、クアッドですが、4カ国共同演習始まりました。あのマラ・バフムといいますが、海、ま、上、あ、演習といいますが、潜水艦を狙って攻撃する練習もありますし、対空戦闘訓練もありますし、そしてお互いの軍艦に対して物資の供給などなども訓練されます。まあ、4カ国はですね、1つとなって同じ共同、まあ、行動しましょうねと言います。まあ、日本の大 型ヘリフリゲード U っという、まあ、空母と言いますが、ミニ空母といいますが、あるいはあのヘリコプターの空母ですね。そこで演習の、まあ、儀式開催されました。まあ、写真あるんですが、日本のです、ね、司令官ですが、まあ、自衛隊の えー、湯浅秀樹さんですね。司令官ですが、真ん中に写真載っていますので、やはり日本の存在感ですね、これからは本当にあの強くなってくるというふうに感じております。まあ、今までですね、日本の存在感は東南アジアにおいてあんまりなかったんですね。これはアメリカ側の影響もあるでしょうし、まあ、中国の存在ですね、やはり強いでしょう。そういうふうに思いますが、ただし、現在はですね、中国側は挑発することによって、 で、やはり日本という国はですね、本当に大事ですよね、というふうにですね、みんな認識してきたでしょう、というふうに思います。 次ですね。11月9日の午後3時ですね。北朝鮮は日本側に向けて、まあ、短距離弾道ミサイルを発射しました。韓国側はですね、最近いつかわかりませんが、北朝鮮側が発射したミサイルの3骸を回収しました。まあ飛行距離は290キロです。高さは30キロのものであって、 速度は速いんです。マッハ6ですね。音速の6倍でしたと。日本側ですが、北京にある日本の大使館ですね。が、北京にある北朝鮮の大使館に対して抗議をしました。これはやはり危険ですので。 ミサイルの残骸ですが、ソ連製であって SA5 という地対空ミサイルです。1967年から製造されて、今でも使用されています。飛行の高さは30キロです。70キロの弾頭を 搭載することが可能です、まあ、この間ですね、ロシア側はこのミサイルを使ってウクライナに攻撃したことがありますので、まあこれをですね、やはり韓国側は現在負けない姿勢であって、アメリカ軍との共同訓練でやはり対応する、強化するというふうに言っていました。アメリカ側はですね、北朝鮮に対して、まあ唯一の考慮、 という航空会社ですね。の代表に対して制裁すると発表しました。代表二人は中国に駐在していますので、アメリカにある資産を凍結しますと。そしてアメリカとの付き合いを禁止にするというふうに言いました。この二人はですね、中国で北朝鮮のミサイルの開発、そして材料の輸送をやっているんですよ。また仮想通貨を運営する あの、トロナドというケースですね、という会社ですが、もう生産にしました。2019年から70億アメリカドルのお金ですね、北朝鮮の違法なお金を正当化、あるいは綺麗にしました。 また、裏で北朝鮮のハッカー組織に対して支援をしていますと。そして、北朝鮮のハッカー組織はですね、外国の仮想通貨を盗んだりもしています。そういうことがあって、やはり制裁にしていますけれども、私は以前の動画で話をしましたけれども、中国はですね、かなり北朝鮮に対して、そういう物資ですね、あの、送る、えー、そういう車両といいますが、鉄道の車両ですね、列車ですね、毎日走っていたんですよ。 毎日じゃなくてもですね、次に20回以上はありますね。中にあるのは、やはりミサイルの原油材料、積んでいるんですね。まあ、あの、北朝鮮ですので、あの、やはりロシアとか中国の支援、支持がないと、ここまでできないでしょうというふうに思いますが。次です。三習近平の外交活動についてですが、今年の12月第2週目、サウジアラビアの訪問ですね、予定されています。まあ、現在、 両国の外交官は、サウジの王子様と習近平の会談について準備しています。王義外務長官は言いました。サウジとの外交関係を最優先にしますよと。この数年間ですね。中国とサウジの関係はとてもいいんですよ。中国の国営企業はサウジへ進出しようとしています。そして去年からサウジは弾道ミサイルの開発に製造もして、 ま、協力もしていますので。まあ、中国は中東への影響力を強化したいんですね。そして最終的な目的というのは、やはりアメリカの代わりになりたいんですね。できれば自民権使ってほしいんですね。次です。4. イギリスの貿易担当ですが、台湾へ訪問して、蔡大統領と会談しました。まあ、イギリスと台湾の貿易を強化しましょうねと合意しました。 次です5。11月9日、オーストラリアの国防長官は言いました。オーストラリアの元空軍ですね、の方は引退されてパイロットさんですね。中国の企業に雇われました。オーストラリアだけではなくて、イギリス連邦諸国もですね、機密情報を把握している方は、やはり機密を守るべきですよと、これから調査します。そういうふうに言っていました。 現在の情報ですが、中国にいている元オーストラリアの空軍の方はですね、4名いています。ニュージーランド政府はこれから法案を作りましょうかということを考えています。例えば、軍から引退されて外国に行ってですね、まあ、外国軍に対して訓練する。あるいは、外国の軍の企業に就職に行くことを禁止にしましょうかという反法案をですね、法律を作りましょうかという話は出ていますが、 これはですね、非常に難しいんですよ。そもそも中国の軍ですね、まあ外国人を正々堂々と雇うことはしません。例えば、アフリカとか行きますので、そこで会社を作ります。まあ、あの、例えばパイロットを募集して、まあ、パイロットをですね、中国に送ると、ということをやっていますので、直接の雇用はやっていません。次です。6。11月8日。 河南省の PCR シシ検査キットですね、を製造する、あるいは検査する会社は声明を出しました。コロナの影響で、まあ、対応で、河南省政府の指導に従って、河南省の各地に行って PCR 検査をしていました。PCR 検査することによって、陽性の方を見つかって隔離することで、まあ、感染者はあまりいないんですよ、と。やはり成果は出ていますよ、と。 2021年1月から我が社は大規模の PCR 検査を何回もやってきました。たくさんの PCR 検査キット、と賃検費ですね、かかってしまいました。しかし現在政府にお金の回収はできていません。我が社の運営は困難となってきました。我が社本部ですね、現在 PCR 検査をやめました。資金の回収ができてから再開しますと。 この情報がですね、公開されて、河南省政府はすぐに検討しますとなって、そして11月9日ですね、問題の解決はできましたと発表されました。まあ、中国はですね、コロナに対しての対応としては、隔離と外出禁止。まあ、これはですね、団地とか、あるいは区、あるいは一つの都市ですね、を閉鎖にします。あとは PCR 検査ですね。 PCR 検査となってくると数百万人とか数千万人とかの単位となってきますので、みんな PCR 検査を実施していきます。そして3回も5回も7回も出ていくこともありますので。でも地方政府はですね、お金は払っていません。PCR 検査という商売は非常に美味しいんですが、でもお金の回収はできません。 これでわかるのはですね、政府の力、影響力はやはり弱くなったんですよね。あの、どうしてかと言いますと、基本ですが、中国の政府から依頼を受けますので、やはり政府の方が上ですね。なので、中国の会社は本来であれば、やはり泣き寝りとか、正々堂々と攻めていくことはしないんですよ。どうしてかと言いますと、もし今回ですね、お金、 まあ返してと言ってしまうとですね、次はもう発注してくれませんので、やはりお客さんはセーフですので、しかし今回はですね、あの本当にもうダメでしょうと思うし、そして中央の政府はですね、やはり影響力はなくなってきた、あるいは力がなくなってきたというふうに、あの、判断できるというふうに思います。 次です。7。日本のエアコン大手メーカーですね。大金工業、大金さんですね。大金のエアコンは2種類があってですね。中国においてですね。家庭用と業務用ですね。まあ、業務用でしたらホテルとかショッピングモールとか、屋内の体育館とか、あと屋内のそういう展示会とか、などなどありますので、非常に効率はいいらしいんですね。 中にあるですね、中国にある家庭用のエアコンの製造ラインですね、日本に持って帰る、移設すると発表されました。原因としては、中国のゼロ感染者の施策で、中国の各地域が閉鎖となったりとか、あるいは従業員はですね、外出禁止となったりとかありますので、部品の供給は困っています。日本円安を考えて、日本に帰るよ。そういうふうに言いました。 大液のエアコンの重要部品はですね、日本で製造されています。でも、重要な部品以外ですね、約20%の部品は中国の会社が作っています。それか、そこから調達していますので、しかしこの2年、3年ですが、部品の供給がやはり難しくなってきました。2024年3月まで日本で全ての部品を製造、 できるようにしたいですというふうに聞いております。なので、やはり日本に帰るという会社はですね、出ていますので、やはり円安っていう、あの、効果は、あの、ね、あるというふうに思いますけれども。次です。7、バイデン大統領は言いました。まあ、やはり大統領中間選挙ありますので、民衆の国家は偶然出てきたものではありません。みんなの投票で民衆は生まれます。 皆さんに感謝する。投票された方に感謝する。選挙のために勤務されている方にも感謝するというふうに言っていました。投票の前ですが、まあ、共和党ですが勝利するでしょうとタコさんのメディアは予測しました。また世論調査いっぱいあってですね、民主党はすごい負けるでしょうという予測もあったんですが、しかし結果ですが、まあ良かったんですね。 バイデンさんは2024年大統領選挙に出馬すると考えていますよと言いました。これは2023年にあの考えます。そういうふうに言いました。また来週ですね、G20、首脳サミットで習近平との会談をしたいです。米中両国ですね、お互い赤い線について話をしたいですと言いました。 赤いラインと言いますが、お互いはですね、最低限のラインを決めるんですよ。例えば、ここまではいいんですが、これ以上でしたらダメですよという話をされると思います。そして、対話のことについても話をしたいですと言いました。でも、条件としては、アメリカは譲るということはしませんよと強調しました。 大統領選挙についてですが、まだ結果はありませんので、まあ共和党は大変負けたっていうわけではないんです。そして民主党側はですね、大変処理したことでもないんですね。やはり、まあ今のはですね、本当に難しい状態ですね。まだ結果、えー、出ていませんので。9、バイデン大統領は記者会見でテスラ社長のマスコさんですね。そしてツイッターについて話をしていました。 マスクさんは外国の要人との付き合いはとても深いんですね。そしてツイッター社も買収しましたし、しかしマスクさんはですね、一人での買収ではないんですよ。中にはサウジの王子様、そしてあの株主さんなっていますし、仮想通貨の会社も参加されていますし、中には中国の会社も参加されていますので。 そして、テスラ自動車の25%の売り上げですね。まあ、中国からなんですよ。やはり関係は深いんですね。あるいは、まあ、中国で商売してるので、やはり中国政府との関係大事ですから、マツコさんはやはり仲良くしていますよね、ということではあります。また、マツコさんのスペースエクシス社ですね。あの、スターリングシステムですが、やはり衛星いっぱいあってですね、いろんなものを見ることは可能です。 他の国に対してそういう情報ですね、漏れてしまうと大変ですよね、と。なので、やはりそういう懸念ですね、あります。マツコさんは、バイデン大統領のことをですね、あの、創作された、えー、そういう人形です、というふうに表現しました。つまり、形だけの人間であって、自分の頭ですね、使っていません、と。言われたことを、あの、動いてるだけですよ、という意味ではありますが、人形ですね。 また、ウクフラナでスターリングシステムを無償での提供は無理ですよというふうに言いましたし、でもその後ですね、批判を受けてやはりもういいです。提供しますよとサービス。でもその後ですね、ウクフラナではやはりスターリングシステムは約1週間ですが使用できませんでした。 なぜならお金は払ってないからですというふうに言いましたし、なぜなのでマツコさんは結構変わりますよねというふうに思いますが、この影響でやはりヨーロッパ側ですね、EU としてはみんなやはりショックを受けています。また大統領中間選挙の時ですが、マツコさんは自分のツイッターでやはり共和党にあの入れましょうねという発信もしましたし、これは非常にあまり良くないよねというふうに評価されています。 私は以前の動画で話をしましたが、マスコさんは結構怖いですよと私は言いました。どうしてかと言いますとですね、マス,マスコさんはツイッターを買収して、ツイッターをですね、中国の WeChat。 とっていうものにしましょうっていう、したいですというふうに言ったんですよ。WeChat というのはですね、あの、あれはすごいんです。あれはテンセントのものであって、でも、オラは中国政府なんですよ。みんなのコードとか、発信された内容とか、送る写真とか、全部収集されていますので、AI で分析されるんですよ。これが本当に怖いんですね。 まあ、つまりですね、マツコさんはツイッター社を、まあ、コントロールできる。あるいは、一つのメディアですね、コントロールすることができたっていうことでもありますので、まあ、これは本当にですね、まあ、私は怖いですね、というふうに思いますが。次です、10。1月9日、カナダの外務長官ですね、トロント大学で、あのー、演説されました。カナダの企業、カナダ人、まあ、中国で暮らしをしている方ですね、 あるいは中国で商売している方はですね、気をつけてくださいと。知性格なリスクに警戒してくださいと。1970年の中国は今の中国と違いますので、今の中国はですね、すべてのものを破壊する力を持っています。持つ大国となってきました。中国は新しい国際環境を作っていきたいです。 我々の価値観と離れていますので、まあ、自由、オープの環境はなくなりますよと。中国で商売しているカナダ人はいつでも冷静な頭が必要ですよと。まあ、カナダの外務長官として私は警告します。中国との付き合い、えー、商売することがリスクですよと。それのリスクは高いんですよと。 カナダ政府としてこれから中国の政策などなどに理解するように努力はします。そういうふうに言いました。つまりですね、カナダは中国に対してあのリスクはありますと認識はされています。ただし、どうして中国は怖いのか、中国はどうしてこの行動をするのか、まだわかっていないようですね。やはりこれからわかってほしいというふうに思います。 次です。11。ドイツ政府は発表しました。ドイツの半導体企業ですね。2社ですが、エスモスと ERS、エレクトロニックですね。この2つの会社ですが、あのー、エスモスですが、その会社を買収しようとしたのは、すべての会社であって、シレックスという会社ですが、しかし、このシレックスという会社は、中国のピッキーにあるですね、サイマクロ電子という会社です。 という子会社ですね。なので、基本は中国政府が買収することなのですね。まあ、ドイツ側は検討して、この買収を阻止にしました。しかし、中国の国営企業ですが、ドイツの最大の港ですね、ハンブルガー港の株ですね、24.9%を買収しました。シュルツ首相は先週、北京へ訪問しましたので、やはり批判を受けています。 もしこの状態で半導体企業ですね、中国に打ってしまうと、さらに批判を受けるでしょうと思いますので、この状態でやはりバランスを取ったんですね。というふうに思います。次です。12。李総理はカンボジアの首相と会談しました。両国は戦略的な使いの関係ですよと。両国の関係はこれからも強化します。中国政府として200億元を支給します。 カンボジアに生活の改善用に使ってくださいと。約4000億円ですね。また、カンボジアからの留学生をいっぱい受け入れますよと。カンボジアに、えー、中国の企業が進出して、そこで骨董品の修復、地雷の排除、インフラ建設などやっていきますよと。協力しますよと言っていました。 これは本当に悲しいですね。200億元、4000億円ですね。カンボジアに支給するんですよ。まあ寄付しますので、中国では一切、中国の国民ですね。一切出したことがないんですよ。今回のコロナの3年間ですね。中国政府としてはないんですね。一回もないんです。ただし、途中ではですね、商品券あったんですよ。でもあれはおかしいんです。例えば、200億元くれました。条件としては、 500元使わないと、この200元は使えませんよっていう条件でしたね。なので、みんな、あまり人気はなかったんですね。そういうのがありましたね。そして、骨董品の修復はおかしいんですね。中国政府は、革命を起こす、文化を壊す、っていうことを得意なんですよ。なので、骨董品の修復はおかしいんですね。骨董品を盗んでコピーすることが、まだでしたら、あの、私はわかりますけれども、つまり、 多分ですね、カンボジアに行って、カンボジアの骨董品を盗んできて、コピーして、そのコピーしたものを返すっていうことでしょうか。そう、いうと私は思いますが。次です。13。G20 首脳サミットですが、プーチン大統領は参加しません。ラブローフ外務長官がその代わりに参加されます。ゼレンスキ大統領はオンラインの形で参加されます。ラブローフさんは言いました。 プーチン大統領が言ってもみんなに無視されます。そして変な目で見られることもあるでしょう。プーチン大統領は、まあ、バイデンさんとか、なだだと他の首脳との喧嘩とか衝突を避けるために行くのをやめますよというふうに説明しました。これに関してはですね、独裁者は国際の舞台で自慢したいんですね。えー、つまり自分の国民に見せたいんですよ。自分の強さですね。 ま、立って、そこに立って、みんな笑顔で握手しに来ることが自慢なんですよ。やはりそれが自慢できないといかないでしょうというふうに思います。次です。14。台湾の TSMC 社ですが、アメリカのアリゾナ州にある半導体の製造工場の近くに新しい工場を作りますよと発表しました。 120億アメリカドルの投資ですが、世界で最も小さく速度が最も速いチップを大量生産しますと。まあ、12月から設備を入れていきますので、今は建屋はもう作ってありますので、そして2024年から大量生産する予定です。まあ、このチップとは、あの、3ナノメートルです。3ナノメートルです。なので本当に小さいんですね。世界で最先端です。また、 7ナノメートルチップの製造設備は、現在の利用率はですね、50%以下となりました。つまり、減産ですね。やはり、需要は減りました。消費市場はあまり良くないんですね。つまり、デジタル製品ですね、の販売はあんまり良くないので、そういうチップとか半導体の需要は減っています。 次です。中国のウーェンですね。浙江省にあるウーェンですが、世界インターネット大会開催されました。まあこれはですね、2014年から、えー、ありましたけれども、当時ですね、本当に凄かったんですよ。アメリカの、まあそういう関係者といいますが、 Google の社長とか、Amazon の社長とか、みんなですね、中国に来ていました。やはり中国はインターネットの国ですよね、と。そしてインターネットで世界は変わりますよね、と。いうがあってですね。 たくさんの方は参加されました。しかし、それからですね、習近平がこの3年間、5年間くらいでしょうが、中国で無茶苦茶のことをやっていますので、このインターネット大会はもう完全に人気はなくなって、外国人は基本ですが、もう参加しません。中国の有名な IT 企業ですね、もう参加しません。例えば、 まあ、ジャックマーとか、アリババですね、DD とか、もうみんな行かないんですよ。行っても意味はないですし、なので、本当にもう意味はないのインターネット大会となりましたけれども、そして、そもそもですね、習近平が出てくることもおかしいんですね。まあ、中国政府がやはりインターネットを管理するっていうイメージは強いでしょうと思います。そして、皆さんもご存知でしょうか中国には、 万里の頂上があります。しかし、ネットの社会にも万里の頂上があるんですよ。つまり壁があります。まあ、中国人はですね、自由に外国の情報をインターネットでの情報ですね、調べたりとかはできませんので、なので、外国からの情報はですね、基本ですが、中国政府がいいですよという情報しか流れていません。あるいは、中国政府が作った嘘の情報ですね、しか 慣れていませんので、なので、これは中国の壁と言いますけれども、なので中国ではこういうインターネット大会ある時点でおかしいんですね。もう完全にネットはもうない状態です。と言ってもいいでしょうかと思います。この動画はここまでしたいと思います。最後、犬のボタンをお願いいたします。ありがとうございました。